埼玉の逆襲。鉄道の街大宮を徹底的に調べてみた件。前回鉄道博物館のロケをさせていただきましたが、元大宮駅の駅長であり観光協会の会長である筑波会長のご厚意で大宮駅に急遽取材に行かせていただけることになりました。普段ね、あのカメラとかメディアが入れないところにも入れてもらった貴重映像もございますので、これもつくば会長がいないと、はい、このロケ成り立たなかったってことですよね。おっしゃる通りです。会長ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速 VTR をご覧ください。はい、はい、ということで、はい、私たちは東日本の玄関口、はい、大宮駅にやってきました。ちょっとちょっと来たよ会長。ありがとうございます。いいんですかこれロケして。いいでしょ。本当ですか。いや大宮駅はね、これもう日本全国でもトップクラスの大ターミナル駅ですから、ええ、そのコンコースでロケをするってたまには、これ本当非常に貴重映像になってますよ今。そう、ね、全ては私と筑波会長のおかげや。なありがとうございます本当に。すみません。いやいや、しかも会長後ろに大きな看板が、ね、そうですね、鉄道の街大宮ようこそということで、今西口は鉄白通り口、 そして東口は氷川神社口。分かりやすい、分かりやすいですね。分かりやすいよこれ。そして、大宮の歴史も載っているということで。さあ会長、大宮駅はものすごいやっぱり路線が多いんですよね。そうですね、JR でいうと12路線、はい、あとはあのー東武野田線、まあ、アーバンシャトル、あとはあのニューシャトル、まあ、14路線、大きい駅ですよ。そうですね。そして会長、はい、先ほどからお待ちいただいている、えああもしかしてこの方は会長、先ほどお電話いただいた方でしょうか。そうです、お前の駅長様でございます。お待たせいたしました。駅長、こんにちは。現役の駅長さん、はい、あ、じゃあちょっと自己紹介をお願いできますか。現在あの大宮駅の駅長をしております緑川と申します。本日は大宮駅お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。緑川駅長、ちょっと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 ですよ。鉄白で歴史を学んで、そう、その後大宮の駅長と一緒に大宮駅でロケ、なんゴールデンコース。そして緑川駅長、手にこちらをお持ちですけれども、ぜひご紹介ください。はい、これはですね、鉄道の街大宮のロゴであります。今年の3月の16日にですね、鉄道の街大宮というものをキックオフしようということで、はい、大宮鉄道の日ということで、制定をいたしました。せっかくですからロゴを作ろうということで、先日多くのお客様から投票いただいて、うん、これをロゴにしようということで決定をいたしました。すごい。これさあ緑会長、すいません、はい、今日急で筑波会長がね、はい、いや私たち大丈夫ですよって遠慮したんですけど、大丈夫だっても電話1本で箱に出てくださいまして、おい、たまやん、大先輩でありますんで、先輩先輩、その前3代前ですから。あ、そうか、なるほど、はい、先輩、もうとんでもございません。いやいやいや、現役のが強いです。なるほど、現役の方が強い。筑波会長の言うことは、はい、全て受け入れるという、はい、ということで、はい、あのね、せっかく来させてもらったんで、はい、ちょっと普段入れない場所とか、メディアが入ったことないとことか、そういうとこ行きたいなと思って。あ、おい、何よ、岡安、ちょっとずいずい行き過ぎだって。だから行き過ぎるよ、そりゃもう時間かけられちゃったから。大丈夫、こっちはどうですか一生。そうですね、どうすか、すいません。気品質がいいんじゃない。あ、気品質、どうですか。はい、ね、やっぱり会長が、会長さ、簡単に言うけど入れないんだよ、そこは。いえ、これからさ、ご案内します。いいんですか。普段やっぱり入れないってことなんですか。絶対入れないですよ、マジで。ご案内いたします。緑川駅長、はい、まさか今日はあの特別に、はい、社員通路をご案内いたします。ちょっとちょっと駅長、いいんですか。私たちあの埼玉の逆襲ですよ。民放でございます。大丈夫、大丈夫。 ありがとうございます。やった、初ですよ。嬉しい。うわ、どう、おかえりどう。制服着用者以外通行禁止、制服着ておりますので。私うわー、やった、初めて通っちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここは見せられません。番号、番号は見せられません。
はい、ありがとうございます。また秘密のゾーンです。こここんなとこ入っていいんですか。貴賓室の方へ、はい、ご案内いたします。よろしいですか。普通入れないよ。どうぞ。かまや入れ。大学貴賓室へ。失礼します。おおほほほほほ来ました。あら、すごい。歴代の駅長の写真も。わあ、すごい。ここが貴賓室です。どうぞ。あ、いいんですか、駅長。あ、ちゃんとある。つくわ会長の。48代、つくわ会長。ちょっと疑ってたんですよ。あ、私、失礼な、ほんまに。本物でございます。わあ、すごい。ここはまだメディアとかには出たことはない。ないです。初です。あ、初。まだ数人しかここはご利用になっておりませんので。ちょっとちょっと、全国のよ、埼玉の逆襲が貴賓室にで、ね、メディア初公開に入ったって。これは、あ、そういう風に言わせてもらっても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。逆襲です。逆襲です。ちなみにこの、ね、貴賓室は利用される時にどんな方が来られるんですか。今回はちょっとここは改築って形で移ったんですけども、大宮駅には天皇がご利用されています。その時の椅子がこのまんまの椅子です。そうなんですか。はい、お見送りとかされる機会とかってあるんですか。新幹線の場合は特別の、まあ、専用の、新幹線車両がありまして、それが当然、始発の東京駅から目的地まで止まりません。あとは全部通過です。駅長は、まあ、今の緑川駅長も、はい、お召し列車がやるときにはその定位置でですね、敬礼をする。たった一人で敬礼、誰もいません。たった一人でホームにポツンと立って駅長が、駅長だから周りの人は何やってんだろう。そうですね。結構感動ですね。あれ、天皇陛下に敬礼できるっていうのはなかなか重いですよね。いや、重いですよね。そういうのが何回かあります。どうでしょう。まだ未経験であります。これからですね。あ、そっか、コロナの関係だった。その時はやっぱり今日ね、緑川駅長着られてるみたいな白の。白、そうです。あ、やっぱり、うん、いい仕事をしてるなっていう気持ちになりますね。そうですよね。私たちごときがこんなお部屋に入らせてもらってよかったのかっていう話で、また貴重なお話も。本当に今回の埼玉の逆襲はめちゃくちゃ貴重。貴重、超レア回。超レアだよこれ。、うん、ここでホームに移動してビビルさんにクイズを出題。さあ続いては67番ホームにやってまいりましたが、ちょっとあれ、興奮してるおかえり。いや、そうでしょうよ。だって見渡す限り列車が今走ってますよ。いや、そりゃそうや。いや、ね、そこでロケしてるっていうのは本当にレアなんだから。いや、そうやけど、本当にもうお二人のご尽力で、まあ、ありがとうございます。確かに。すみません。さあ、じゃあ、はい、ここでちょっとスタジオのビビルさんにクイズでございます。お、こちら、あれ、はい、なんかゼロって書いてるやつ。はい、うんうん、こちらは一体何でしょうか。あ、なんか意味あんの、あれ。そうです、緑川駅長、なんか分かりやすいヒントがあるとありがたいかな。今もうすでにヒントが出ちゃいましたけど、あれ、はい、ゼロに注目してください。あ、あれ、やっぱりゼロなんですね。ゼロですね、うんうん、ゼロに注目してください。はい、うんうん、はい、ということでビビルさんお答えください。じゃあ東北新幹線とかがあるから、はい、ここから数えるんじゃないの、距離。お、今日冴えてますね。どうしたんですか、今日。いやもうでも乗り物でゼロってなると、もうそれぐらいしかなかなか起点にするってことぐらいしかなかなかないんじゃない。まあ、そうですよね。そうでしょう。では早速答えの VTR を見てみましょう。それでは緑川駅長、正解をお願いします。はい、これはゼロキロポストと言われるものです。はい、うん、で、大宮にあるこのゼロキロポストは高崎線の起点になっているというポストになります。はい、この他にも実は大宮にはゼロキロポストというのがもう一箇所あります。お、これはこうお楽しみ、皆さんで探してください。
ていうか駅長、それみんなが見えるところにやっぱり書いてあるんですか？見えますよ。そうなんだ。岡安知らんの？俺知らないです。マジで？ちなみにもう一つは13番線にある上越新幹線の0キロポストです。ちなみに14路線も乗り入れている大宮駅にはこんな秘密も。玉屋、何これ、ほら先ほど言ったね、日本を代表するトップクラスのこの路線数でございますけども、はいはい、ちょっとこれ気になる点があるんですけど、わかります？なんやろ、ちょっとあれおかしいなっていうところがあるんですよ。飛んでる番号がある。お、よく気づきましたね。だって1,2,3,4 で5がなくて、はい、6,7 でしょ。そう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 。で8,9あるのに10がない。おい、なんで？素晴らしい。じゃあちょっとね、その辺の説明を駅長、ね、駅長からちょっと聞きましょうよ。そうよ、そうよ。大宮駅はですね、ホームのない線路がございます。これは貨物が走ったりですね、はいはい、配送列車が走ったりする線路が残っております。そういったことでホームの番号が飛んでしまっているということですね、はいはい、なるほど。だからお客さんを乗り降りさせない電車があるということ。させないというか乗れない。乗れない。なるほど、ね、なるほど。まあ、それだけあの多くの列車が、はい、あの大宮駅の中走ってます。そう、すごい。大宮駅豆知識。大宮駅は奥深いんですね。奥深い。ありがとうございます、はい、続いては大宮駅が鉄道好きの子どもたちのために作った特別なスポットへ。新幹線見学エリア。新幹線見学エリアって書いてあるよ、あそこに。おお、これはようこそ大宮駅新幹線ホームへ。このエリアの中で新幹線をお楽しみくださいと。はい、こちらは全国でも珍しい公式の新幹線見学エリア。発着頻度が低い15、16番線ホームに設置されています。あ、また分かりやすく、分かりやすく時刻表もこの時間にいい南京が来ます。おあ、すごいですね、機長。ここはいつぐらいからこういう風なところになったんですか？これはですね、はい、昨年の10月から、はい、このようにエリアを明確にして、うんうん、お子さんを中心に楽しんでいただくような、そんなこうエリアを作ります。なるほどですね。こちらはなんか職員の方の発案とかですね。これは本当あの大宮駅の社員がこんなのあった方がいいんじゃないかと、もっともっと楽しんでいただけるんじゃないかということで、作ってみました。すごいな。日曜日、まあ、休みの日なんかはですね、結構ここに、ご家族で来られて、ずっと楽しんでいただいてる風景が、ね、うちの子供も椅子もあります。あ、本当だ。ピクニック気分で、ちょっとね、うちの子も新幹線大好きなんで、ぜひ。あ、そうなの。3時間でも見てます、ね、ぜひ。しかもやっぱいろんな種類の新幹線車両がね、やっぱ見れるっていうのもすごく魅力ですし、ぜひこの色違うのはこれ西日本の奈良系、ね、あと今度北海道の H5 系ね、うんうん、これか、これもちょっとレアですね。これ見れるのはすごい。もうちょっとでこの12時23分っていう列車が大宮駅に入ってきますので、それをみんなで見ましょう。せっかくですから。ほら、来た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 。あれ違う、あれ E2 だよ。来てる来てる。あれ E2 だから山びこがついてる、はい、あ、山びこがついて、あれ、あ、E3 系連結してますよ。そうです、いい席ですね、ここ。連結丸見え。ほら、みんな喜ぶよ、これ。連結、あ、来ました、あ、来ました、こっちも来た、こっちも来た、あ、こっちも来ました。あら、忙しい。200系カラーだ。そう、やった、初めて来た。うわー、来た。ちょっとちょっと、これレア、これレアですよ。これはすごい。昔の200系新幹線のカラーリングを模した E2 系でございますよ。で、俺好きな新幹線200系なんですから。そのカラーリングが今来るっていう、これ駅長いい演出をされた。最高。
もう大宮駅大好き。まだまだありますよ。まだあるんですか、はい、もう、ま、ね、本当ですか、はい、どうぞどうぞ。さすが。最後に案内されたのは大宮駅の屋上。さあ開いた。開いちゃったよ。駅長、ここは私たち入っても大丈夫なんですか。え、今日は、あの、今日は特別。特別、ね、うわっ、はい、お、いいんですか。すごい。ただこれ足元気をつけてください、ね、はい、真面目に。いやー、ちょっと鉄道絶景ですよ。これは見れないよ。すごい、最高だよこれ。ちょっと大宮駅を一望、全部見えちゃってる。うわ、感動する。うわ、すごい。駅長、ここは普段職員の方がなんか入られてお仕事されたりすることとかあるんですか。いや、ここはあの基本的にあの仕事をするところではないんですけども、まあ、いろんなこう機械だとか、はいはい、そういったものを整備するときにはここ入りますけども、あとはめったに入りません。あ、そうなんですね。僕はあの130周年イベントやった時、全社員ここで、全社員じゃないんですけど、ここで集めてみんなで集合したっすよ。貨物電車来ましたよ。なんかあの組み合わせもすごいじゃん。機関車とディーゼルついてるじゃん。何これ。もうあの、俺の子、もう鉄道オタクたちのなんかオフ会みたいになってますが、はい、今日特別に走っていただく。いや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 、もう来るからって冗談じゃん。現役には負けますね、やっぱり。すごい演出だよ。すごい。そしてさらに、ちょっと嘘だ、なんでなんで、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、クイズちょっと待って、なんで嘘だって、引退なさりましたよね、おかしいじゃん、なんでこれ臨時か、これちょっとやりすぎ。ごめんなさい、ちょっとこれはダメだよ。どうでした。いや、どうですかじゃないよ。あれ、この間春引退されましたよね。このちょっと先のところに、東大宮総局、はいはい、そちらで今あの保管してるというか、そちらには停泊してますんで、あ、まあ、出入りは時々あります。これも今日のために来られたかもしれないですね。いや、参ったなこれ。ちょっとおかえり、そろそろ仕事しようか。ごめんなさい、忘れちゃった仕事。な、何やるんでしたっけ。何やるんだ、クイズ出すのか。そうそう、あ、そうそうだ、忘れてました。すいません。それではスタジオのビビルさんにクイズです。この大宮駅では毎年東口西口に分かれてある対抗戦が行われています。その対抗戦の競技とは一体何でしょうか。さあこれね、はい、難しいです。これはね、ちょっとヒントもらった方がいいかな。ヒントどうでしょうね、うん、じゃあ緑会長、はい、ヒント、じゃあ運動会といえばこれ。はい、そうなのよ。これがだからまさかこの駅でやるっていうのは ね、非常に画期的で面白い企画だったんですよね、うん、はい、はい、ビビルさん、最後のクイズです。もうだって玉入れか徒競走ぐらいしか分かんないんだけど。あれ、ビビルさん、もう一つありません。対抗戦といえば綱引き。はい、じゃあそのままお答えいただいていいでしょうか。いや、そんなに多分見てる方もそんなに大きな正解を待ってないような気もするんだけどもね。それでは正解の方、緑川駅長お願いします。はい、大綱引き大会です。はい、これを東口と西口に分かれてやるんですよね、はいはい、どちらでやるんですか。あ、これはあの本当大宮駅 の改札のところのコンコースのところで、コンコースをいっぱいに使って、開催します。これまでですね、6回行ってきました、今年は7回目ということで準備をしておりますが、さあ東口が勝つか西口が勝つか、これがまた楽しみであります。なるほど、駅としてだけじゃなくて地域の大宮のね、地域全体の盛り上げを、まあ、みんなで測っていきたいっていう思いを今日はものすごく感じましたね、ぜひあの鉄道の町大宮をみんなでどんどん拡散していただいて盛り上げていきたいと思います、はい、承知しました。会長はどうでした、今日は。ああ、楽しかったですね。久しぶりにあの駅構内を巡回できたっていうのはやっぱり非常に当時を思い出して、ああ、やっぱりすごい駅だなっていう認識しましたし、まだまだ魅力あるっていうのも分かったし、まあ引き続き頑張っていきたいと思います。そうですよね、はい、では2年後の
大宮駅開業140周年、それから日本一の鉄道の街大宮を目指して埼玉の逆襲。つくば会長、緑川駅長、貴重なロケ本当にありがとうございました。はい、ビビルさん、うん、2週にわたってお届けしてまいりました、はい、鉄道の街大宮スペシャル。結構今回のレアな映像もたくさんあってですね、うん、で、あの埼玉の逆襲として本当にあの誇らしいロケをさせていただいたかなと思うんですけれども、いやね、その現役の駅長さんが全部ね、はい、オーケーしてくれたっていうのもすごいでしょ。これはきっとすごいですよ、ビビルさん、ね、会長のおかげですけども、本当にどうにか、はい、鉄道ファンの皆さんに拡散していただこう、これを。通りです、ね、はい、あの、まあ、鉄道を切り口にしたあのやっぱこう埼玉の発展みたいなところは非常に今回の面白かったかなと思っておりますので、まあ、今後もこの観点でやっていければと思っております。それでは今週はここまでです。最後ビビルさんお願いいたします。はい、また来週も見てください。さよなら。